ブンブンハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は iPhone7 に新型が追加されたので、そちらのモデルをご紹介したいと思います。もう写真を出しているモデルがそのモデルで、これはどういうモデルかっていうと、売り上げの一部がエイズの治療のために寄付されるっていう特別なモデルになります。その他のスペック的には iPhone7 や iPhone7 Plus と全く同じですので、モデルチェンジしたわけではありません。すでに iPhone7 や iPhone7 Plus を持っている方は、さすがにこのタイミングでこの特別モデルを買うのはもったいないかもしれませんが、これから iPhone に変えようと思っていた方なんかは、ちょうどこのタイミングで買うのはいいかもしれません。 iPhone7S だとか iPhone8 だとかっていうことで噂されている次の最新モデルについては、どうせ今年の秋まで登場しませんので、まだ iPhone を持ってない方はこのタイミングで買うのもいいかもしれません。今回は以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。